ごめんなさい、ボケを考える時間は。いや、ボケを考える時間いらないんだけど、はい、まあ、ボケた方がいいね、だからね、はい、ちょっと待ってね。どうも、シュンです。ジジイ。どうも、ヤネスケです。ということで、はい、違います、違います、予備校の隣で学ぶ大学の数学物理、よみどりの匠です。よろしくお願いします。はい、はい、大学生向けに数学と物理を教えるチャンネルのよみどりの匠さんという方です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はインタビューさせていただけるということで、あれ今日大食い企画じゃない、大食い企画じゃないです、はい、僕から、まあ、いくつか質問を用意したのでインタビューさせていただけたら嬉しいなって思います。はい、なるほど、わかりました。はい、じゃあ最初の質問で、年収はいくらですか？最初にそういう質問が来るのか、はい、あ、そうなんだ。年収はいくらですか？はい、まあ、YouTube 始めてからなんか年の単位で考えたことない。だって年の単位で考えたことって、いや、てかだってこの間僕お会いした時、はい、読みのりさん登録者数1万人だった気がします。アップする頃には5万人かもしれない。やばい、いつも。え、ちょっと待ってください、なんでそんな伸びてるんですか？努力。それはもちろん、もちろん。なので年で考えれないですね、確かに。そうなんですね、 YouTube 多分年って考える人あんまりいない気がする。そうですね、月とか月で考えてる人が多いと思います。ですよね。で、その広告収入っていうよりは、他でマネタイズしてるっていうか。そうですね、はい、イベントとかですか？まあ、自分みたいななんかニッチなジャンルで、まあ、活動する YouTuber が、 YouTuber ですよね、多分生活するには広告収入は無理だという話が1個、うん、広告収入に何に使うかって言ったら、自分は、まあ、カメラとかの機材費とか場所を借りるお金で全て飛んでいく、うん、で、じゃあ生活どうするんだってよく、まあ、言われるんだけど、生活は、まあ、そういうニッチだからこそ他に人がいないから、まあ、いろんな仕事をいただける機会も多い、うん、だからいろんなことをやって生活できるお金が、まあ、ギリギリありますよってことですね。うん、はい、でもニッチじゃないですよ、もう5万人はね。じゃあ年収は、1000万ぐらいということで。2000万ぐらい。2000万ぐらいということで。これ冗談通じなかった。2億。2億。就活系の質問になってしまうんですけど、たくみさんが学生からそのフリーランスになるときに、めっちゃ迷いなかったんですか？迷いなかった。マジですか？まあ、YouTuber になるか学者になるか、プリキュアになりたかったんだけど。あー、なるほど。なるほど、なるほどじゃねえ。テロップでちゃんとやってよね、俺がマジでプリキュアになりたい人だと思われるから。多分そもそも普通の就活をしようと思ったことがないからだった。あ、まあ、ずっと大学生の頃は自分はもう研究者になるもんだと思ってたから、はい、研究者ってもう普通の就職じゃないわけ。就活して頑張ってなんか自己 PR とかして頑張ってその会社で働くとかっていうわけじゃないから、最初からもう研究者になる、なるんだと思ってたから、そもそも人の道外れるっていうか。じゃああんまりなんていうかな、決心をしてっていうわけではなくて、そう、もう多分徐々にもう崩れてたんですよね、普通の観念から。でもちょっと気持ちわかるな。そう、だから行くぜって感じじゃなかったら YouTuber かなっていう感じ。そういう、まあ、研究者と YouTuber って結構対象にある気がする。対象にあるから結構近い気がするけどな。あ、世間のイメージで言うと、世間のイメージだったら全然違うよね。根本は確かに似ているかもしれない。うん、多分自分の中ではすごく近いところにいたから、研究者と YouTuber って、うん、あんまレアなケースだと思うけど。たくみさんの最近の普段の生活ってどういう感じなんですかね。なんか登録者数この短期間で5万人まで上げた人の時間の使い方だとか、はい、その、ね、はい、何に一番注力してるのかなっていうのを個人的に聞きたくて。なるほど。はい。まあ、多分そんなに多分時間かけてはない。時間かけてはない。うん、結構自分は休みたい人、自由に生活したい人、はい、だから YouTube、 例えば自分の1週間のスケジュールで確実に仕事をしなきゃいけない日っていうのは、授業準備をする日、はい、撮影のための1日、あ、そう、あとは撮影をする日、はい、これだけ。だから週休5日。ええー、っそー、いいなー。いや、まあね、いいなじゃないよね。週休5日。そうそう、本当っすか。うん、だから、まあ、結構自由な生活ですよ今は。楽しいよ、人生。あ、1日めっちゃ準備してで、ね、1日で何本撮りもするっていう。そうそう、まあでも会議室ってね、借りるの大変なのよく知ってると思うんだけど、大変だから、はい、自分は本当にもう朝10時に行って夜の8時ぐらいまでずっとぶっ通しで缶詰で撮影をして。大変ですね、それも。撮影する日は大変、すごく。そうそうそう、でそれでまあ5本とか撮って、はい、まあ、1週間分とするみたいな感じ。めちゃめちゃなんかバランスの取れたというか、
あのやりたいことができる時間が多いっていう。もうそうそうそう、やりたい時間で何してるかって言ったら結局勉強とかはやってるんだけど、うん、まあ、好きだから自分が今まで大学とかでやったことなかった分野とかを勉強してみたり、はい、まあ、全く関係ない本読んでみたり、はい、まあ意識高いことで言えばインプットみたいな時間が自由な時間、インプットの時間を自由な時間に当ててる。めっちゃいいなぁ。かっこいいなぁ。かっこいい。今日俺かっこいいな。かっこいい。こんなかっこよくて。かっこいい。評価もそう。情熱大陸みたい。そうなんですね。じゃあめちゃくちゃ今豊かな生活を送ってるっていう。心はね。心は。お金はそんな豊かじゃないけど。いやでもそれが一番な気がします。お金かからないから、そんなに趣味もね。その普段の生活でそのこの週5日は研究だとか他はどんなことをされるんですか？まあ普通に、はい、なんだろう、まあ、まあ趣味結構、新しいものに出会うのが好きだから、はい、旅行とか、はい、本当に近くでも行ったことない場所行ってみて散歩とかするの。あ、最近行かれました旅行。行ったマレーシアに。いつの間に。インドも行かれますか？インドは、はい、まあ故郷ってよく言われるんだけど顔がインド人側だから行ったことないですね、はい、ないんですね。ないですね。まあでもよくねスーパーチャットとかであのインドにインド旅行に使ってくださいって言ってよくお金をもらえるんだけど、まだごめんなさい使えてない。タグエさんのライブ配信のスーパーチャットはえぐい。確かにありがたいですね。もう満タンでポンポン来るから、うん、あの17ライバーのなんか可愛い女の子並みに来ますよ本当に。俺も可愛いからじゃないからって。ああちょっと違うかもしれない。まあ可愛さはもちろんありますけど。あ、そうだそうなんだ。はい。なるほどね。その理念とかに共感してっていう。ああはいはい。ですよね。そっちと。でも一番強い気がする。可愛いから。そっち。まあ個人的に思う、まあ少し難しい話かもしれないんだけど。はい。多分研究って研究者じゃなくてもおそらくできるんじゃないかなって自分は今思ってる。ああなるほど。普通のこうやってフリーとして活動してて、はい、まあ、どんどん自分がまあもっと YouTube で活躍できて不労所得が増えていって自由な時間が増えたとしたら。はい。その自由な時間何に使ったっていうわけで研究に使えるし、もう人脈はある、議論する相手とかって大学にもいた頃からたくさんできたし、多分研究者は大学に勤めなくていいんじゃないか、時間さえあれば。だから今大学に戻る以外にもそういう道があるから。確かにそういう道のなんか道しるべになれるかもしれないですもんね。新しいケースみたいな感じでやりたいっていうのが一個、まだやっぱ研究への未練っていうか、まあ魅力はあるかな。まあ、まだ今でもちょっとちょいちょいやってるしね。そうなんですね。なんかやっぱ研究者の気質があって一つのことを突き詰めるっていうことがやっぱ YouTube にもツイートとかにも生かされてますよね。かもしれないですよね、うん、いいな、たくみさんみたいになりたいな俺も。なんか僕の持ってないものを結構だいぶ全て持ってるなっていう。眉毛の濃さとか、あとか、あと鼻の高さとか、あ、はい、とかあの戦略的に考える感じとか時間をしっかりなんか大切にしているっていう。そうそう、自由な時間結構いろいろ考えられるから、忙しい時って多分新しいことできないよね、クリエイティブなこと。自分はそう思ってるからずっと暇でいたいと思って。本当に素晴らしい。いいことしか言わないね。素晴らしすぎる。僕のと真逆です。本当に僕が今ダメだなっていう、もう全てを、忙しくなっちゃってる全てを、はい、自分もなんかやってみようと思ってもらったら売りもらえ、はい、おしまい。はい、おしまい。はい、ありがとうございます。